UEFAU-19 女子選手権2010 UEFAU-19 女子選手権2010は第13回目の UEFAU-19 女子選手権である。決勝トーナメントは2010年5月24日から6月5日までマケドニア共和国で行われフランスが2回目の優勝を果たした。一時予選では参加44カ国は4チームずつ11グループに 分かれ、セントラル方式の1回戦争当たり制で3試合を戦う。各グループ上位2チームと3位チームのうち成績、最上位だったチームが二次予選に進出する。上記の23チームに UEFA ランキング1位で、シードされたドイツを加えた24チームが二次予選に参加する。二次予選では四チームずつ六グループに分かれ、セントラル方式の一回戦争当たり制で三試合を、 戦う。各グループ主位チームとグループ2位チームのうち成績最上位だったチームの合計7チームが本大会に出場できる。すべての試合は中央ヨーロッパ夏時間にて行われた。グループ A スコットランド V イングランドドイツ V イタリア、スコットランド V ドイツイングランド V イタリアイタリア V、スコットランドイングランド V ドイツグループ B 北、マケドニア V スペインオランダ V フランス北。 マケドニア V オランダスペイン V フランスフランス V 北、マケドニアスペイン V オランダ、準決勝ドイツ V フランスオランダ V イングランド、決勝フランス V イングランド。ありがとうございます。